ラモセトロンとは、悪心や、嘔吐の治療に用いられるセロトニンゴ HT3、受容体拮抗薬の一つである。ラモセトロン塩酸塩は、セロトニンゴ HT3 受容体拮抗剤。分子式は、C17H17N3OHCl。外見は白色、または、炎の帯黄色の結晶。日本や一部の東南アジアでのみ認可されている。日本では、 アステラス製薬から製徒薬なぜや、下痢型過敏性腸症候群治療薬入り棒として製造販売されている。高悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状。通常成人には0 3ラムを1日1回、静脈内投与、または1日1回0 1ラムを経口投与する。なお、年齢、症状に応じて適宜増減する。ただし、 追加治療として0 6ラムを超えないこととする。OD 上0 1ラム、注射液0 3ラム市販後の調査での副作用発現率は7%前後であった。重大な副作用は、ショック、アナフィラキシー様症状とされている。入り棒製剤未本入り棒5ム、常在毛利型過敏成長症候群通常、男性には、1日1回 5G を傾向投与する。 なお、年齢、症状に応じて適宜増減するが、追加治療は 10G を限度とする。通常女性には1日1回 2.5G を経口投与する。なお、年齢、症状に応じて適宜増減するが、追加治療は 5G を限度とする。錠剤 2.5g、5g 市販後の調査での副作用発現率は4.7%であった。重大な副作用は、 ショック、アナフィラキシー様症状、虚血性大腸炎、重篤な便秘とされている。ありがとうございます。